どうもままです。みなさん、こんにちは。よろしくお願いいたします。この動画では演技講師兼俳優の浜本伸びが日常生活に簡単に活かせる表現方法をお伝えしております。よろしくお願いいたします。チャンネル登録、グッドマークもよろしくね。ということで、本日お伝えするのはですね、ドラマのあるあるから学べることをお伝えしたいなと思います。ドラマのあるある、まあドラマ、映画、舞台等々でですね、まあ表現者をする、表現者のプロフェッショナル、脚本家も演出家も俳優も皆さんプロですから、表現者のプロがよく使うシーン、よく使うシーン、 使うシーンイクオールよく使う手法ですよね。よく使う手法は、皆さんの日常でよく起こりうることだから使うわけです。そうすることによって視聴者の方が、あーわかる、あるあると思ってくれて、見やすくする、そのドラマを共感しやすくするというために、あるあるってあるんですね。あるあるってあるってなんかわ <laughs> かりづらいですけど、あるあるのシーンって要はあるんですよ。<laughs> はい。で、今日何を、じゃああるあるのところから何学ぼうかなということなんですけども、 初対面ですね。初対面の時に嫌ったり嫌われたりしたらチャンスだと思えってことです。初対面のシーンですね。初めてお会いする人に、例えば何かミスをしちゃって怒られた。こらーって怒られたり、初めて会ったんだけど、なんかね、あんな もしね、自分が好意を持ったり、好かれたりとか、好いたりしたら、まあ、これは別にその人のことを気にするのは当たり前じゃないですか、人間の心理的に。ただ、嫌われたら、もういいや、あの人。例えば、仕事以外のお付き合いで、なんだかなって言ったら、その人と連絡取ろうかなとは思わないじゃないですか。でも、よくよく考えてください。さっきのドラマのあるあるに入るんですけども、まあ、恋人関係と 友達関係、まあ、仕事仲間のパートナーでもそうなんですけどもゆくゆくすごくパートナーシップになる人のファーストコンタクトのシーンを思い浮かべてくださいよくありません最初嫌い合うとか,なんか仲たがいというか「何あの人イメージ悪いわ」みたいなシーンってよくあるじゃないですかつまりは人間ってファーストコンタクトがまあ好きか嫌いかでもどっちかにあの印象が高い分何にもない平常心よりかは好きでも嫌いでもなんて言うんですか その人に対して注視する分ゆくゆくの関係性のパートナーシップが太く結ばれる可能性があるっていう事実が確率論が高くあるからドラマにぶち込んでるわけですねつまりはそれを日常に生かす簡単に生かすってなると好きな人好きであれば別にその後お礼のメールをしたりとかするのは当たり前のことなんですけどそれはもう置いといて嫌いな人こそ。 嫌いな人こそ、その後、今だったらメールとかですよね。まあ、ちょっと古風な人だったら手紙でもいいんですけども、もし怒られたんとしたら、ちゃんと素直に詫びのメールをするであるとか、嫌だなと思ったとはいえ、あの、その後に、なんう ただもう、もう会うことないやって、ぷいってやるんじゃなくて、一言メッセージを添えて、メールをしておいてみるってことですね。要は、なん、なんか嫌いだからって、はい、終わりじゃなくて、えー、もしかしたらここの、えっ、ー、と、か、時間軸を経過した時に、太いパートナーシップを結べる相手かもしれないってことです。その、印象が突拍子もなく、好きとか嫌いとか、弾ける人っていうのは、こ かあの時間経過した時にパートナーシップを結べる人かもしれない。実際に、本当になんか、 だって、ファーストコンタクトなわけですから、それから何回かお会いしても、あ、これ合わんと思ったらそこで関係を断つというか、合わないなと思ったらそれはそれで判断すればいいだけで、最初で嫌いなコンタクトがあってからっって、もうこの人とはダメーってやるのはちょっともったいないですよって、人間の心理的にというか、まあそういうことがよくあるからドラマでそういうふうに使われてるわけですから、まあメールなんてね、一言するだけですから、簡単じゃないですか。で、えっと、一応関係はスパッと終わらせ うーんと。 この間ありがとうございましたってやっとくだけでも全然次のコンタクトが違いますからね。はい。ということでございます。なのでね、まあ嫌いになったりとか嫌われたファーストコンタクトの時に嫌われたり嫌いになったりした時こそちょっとその人を、えー、と注視するというか気にかけるっていうのを、えー、と気にする。<laughs> 気にかけるっていうのを気にかけるってことですね。はい。えー、それ、えー、ぜひですね、試してみてください。ということで、ハマテレビチャンネル登録グッドマーク。よろしく またね。<music>